国鉄補機800系貨車は、日本国有鉄道が1958年から製作した30トン石の貨車である。補機800型は国鉄が1957年から製作した補機700系の改良型で、本校ではその補機700系、及び新幹線向けに、国鉄が製作した931型についても、合わせて記述する、採石散布用のホッパ車である。 営業用貨車の形式を称するが、実態は事業用車両である。保機7 0 0系お保機7461957年から1959年にかけて国鉄長の工場にて55両が製作された。記号番号は特殊表記符号を全一し、お保機と表記する。軌道の外側に採石を散布可能な構造として開発された。 前期形と後期系の2種類に対別できる。施策的要素の強い前期形は、前社昭和34年度貨車整備工事改造8月8日、通達により、上部扉開閉軸及び軸受けを改造し、上部戸口に砂利案内を新設する工事を受けた。図書区は黒、寸法関係は、 全長は 12800mm、全幅は 2742mm、全高は 2900mm、台車中心間距離は 9200mm、自業席は18.0立方メートル、自重は17.0トン、換算量数は積車4.5、空車1.8、台車はベッテンドルフ式の TR41C であった。1986年度に、 形式消滅となったが、北海道三笠市の黒フォード公園に北百746が生態保存されている。1958年から1974年にかけて国鉄長野、浜松、郡山の各工場と東急車両製造、三菱重工業、日立製作所、汽車製造、日本車両製造、川崎重工業で1066両が製作された。 申請者の製造年度ごとの詳細は次の通りである。また、1967年度に新幹線用の9 3 1系1 2両が浜松工場で補機300型と台車の交換を行い、統計式に編入された。番号の新旧対象は次の通りである。記号番号表記は特殊表記符号を全一し、お補機と表記する。補機700型は 軌道の外側1方向のみ、バラスト散布が可能な構造であったが、補線効率工場の検知から補機800型ではこれを改良し、軌道の内側、外側、遠近の3方向にバラストを散布可能な構造としている。この他の寸法関係は、補機700型と同一であり代車は TR41C である。お機1773以降はデッキが広くなり、 全長が 500mm 延長され、台車も TR225 に変更された。1987年の国鉄分割民営化に、際しては、北海道旅客鉄道に105両、東日本旅客鉄道に407両、東海旅客鉄道に62両、西日本旅客鉄道に164両、四国旅客鉄道に10両、九州旅客鉄道に67両の、 計8 1 5両の車席が承継され、引き続き補線工事用途に使用されている。2021年4月1日現在では、JR 東日本100両、JR 西日本45両の合計145両が在籍する。JR 北海道、JR 東海、JR 四国、JR 九州が保有していた車両は全て除籍された。 931から93、931型は新幹線の起動時期内にバラストを散布するための車両で1962年から1977年にかけて126両が製作された。開業前の不満規則では3000系だった。車体の仕様は補機800型と同一で、台車のみ標準機関用の専用品を装備する。台車は 制作年次による仕様の変更があり、九百六十四年までに制作された車両は、枕羽根に重ね板羽根を用いた t r 八千を、0九百七十年以降に制作された車両は軸受けを密封受コロ軸受けに変更した t r 八千六 t r 八千六6バイトを装備する。拡大車の仕様は、機関の業用除き、在来専用の TR-41 四及び、 TR209 に相当する。当初、東海道新幹線開業に伴い1964年までに国鉄浜松工場で63両を製作した。初期の60両は開業前の車両称号規定により3000型として完成し、1964年度に931型に改称している。以降も新幹線の延伸とともに追加製作され、 新大阪伊勢の山陽新幹線延伸工事に伴い、岡山延伸用として1970年に15両、博多延伸用として1973年に38両が製作された。1973年製の一部は後年、東北新幹線工事用として転用され、1977年には東海道新幹線区間用の増備車として10両が製作された。 これらは、川崎重工業の製作である。1967年には3両が936型に改造され、12両が、在来専用貨車補機300型と台車を交換して、補機800型に編入改造されている。1987年の国鉄分割民営化に、際しては、東海道新幹線用として、JR 東海に60両が、 採用新幹線用として JR 西日本に35両が承継された。それぞれ自社管理の新幹線区間において引き続き軌動保守用として使用された。JR 東海の所有者は1996年度に車席を抹消され、以降は車席のない機械扱いとして夜間の作業に使用されている。JR 西日本の所有者は2002年に車席を 抹消されたが、残存している。936型は、1967年に931型から3両が改造された、雪害対策起動時期内散水用タンク車である。1966年に実施された、雪害対策試験では、931計5両が用いられたが、そのうち3両の台枠及び台車を流用して、本格的な散水車としたのが、 本形式である。936から1936から1九百936から101の3両で固定編成を組み、100と101が容量31立方メートル、1が容量20立方メートルの水タンクを装備した。1については、酸水試験時に設置された操作室、ポンプ、ノーズル、発電機等をそのまま流用し、大枠も 漁服型に強化された。沿線のスプリンクラー設置区間の拡大により、1979年に全車廃車された。番号の新旧対象は次の通りである。本形式は JR 各社のみならず、各地の私鉄に譲渡された車両が存在する。広南鉄道の補機800型は2両が在籍する。国鉄生産事業団から1988年2月に、 譲り受けたもので、保機線2 4 5が広南線、保機線2 4 6が大和2線に配置されている。八戸臨海鉄道の北紀800型は4両が在籍する。2002年の東北新幹線の八戸延伸開業の際、JR 東日本から経営分離された青い森鉄道線の線路保守を第二種鉄道事業者である。 青森県から受託した際に譲り受けたものである。小坂精蓮小坂鉄道の補機800型は一両が在籍した。1987年に国鉄生産事業団から譲り受けたものである。2009年の小坂先廃死後は旧小坂駅構内に開設された小坂鉄道レールパークで保存されている。上新電鉄の保機八百型は一両が在籍する。 1988年に JR 東日本保機1783を譲り受けたものである。伊豆箱根鉄道の保機800型は4両が在籍する。1988年3月に国鉄生産事業団保機1775保機1778を譲り受けたものである。寸津線の所属大井川鉄道の保機800型は 一両が在籍する。1998年 JR 東海から譲り受けたものである。遠州鉄道の補機800型は3両が在籍する。2000年5月に JR 東海補機 988, 補機 993, 補機995を譲り受けたものである。名古屋鉄道の補機80型は2018年4月。 現在6両が在籍する。2001年12月に JR 東海保機四3 5保キ1741、保六、1746、保十943、保百942、保キ910を譲り受けたもので、保十81、保八83が犬山県区に配置されて、犬山線系統で保機84、保機86が、 豊明県社宿に配置されて、名古屋本線系統で使用されている。なお、2010年には台車を TR41C から TR214 バイトに交換している。また、L120 系導入に伴い、機関車の間に貨車を連結した状態でも、前くらい側の機関車の運転台から後くらい側の機関車を総括制御するため、 制御船の引き同士を増設する改造を行った。過去には JR 東海放棄945を譲り受けた放棄87が北山県尺に配置されて瀬戸線で使用されていたが同県尺の移転に伴い2007年に廃車された。一部の事業体では同一設計で製作された車両を保有しておりバラストの輸送や散布に使用されている。一部に 機関の異なるものや、環球車、運転台を装備するものも存在する。東武鉄道の補機1型は、重量が在籍した。1962年から富士重工業で製造された自社発注車である。本形式は、下記の3社に譲渡されている。西武鉄道の補機81型は、西武秩父線建設用のバラスト輸送と、 在来線のバラスト交換用に1968年に6両、1973年に4両が自社所沢工場で製造された。車掌室を装備した保木譜71型は4両が1968年に、これも自社所沢工場で製造されている。1968年製の重量は当初 TR41 系台車を装備していたが、 1973年製の4両は TR213 型に変更された。後に最初の10両も TR213 型に交換されている。国鉄直通認可車両で中央本線の坂織駅からのバラスト輸送運用があったが、後に西武線内専用となった。車体塗色は黒色であったが、クリーム色に緑帯に変更されている。 2008年までに全車廃車された。相模鉄道の補機800型は2両が在籍した。1968年、東洋後期製の自社発注車である。2002年3月廃車。富士急行の補機800型は1両が在籍する。1983年、日本車両製造製の自社発注車である。富山地方鉄道の保機80型は、 2両が在籍する。保機81は1962年1月、富士中工業製の自社発注車であるが、保機82は1965年等級車両、製造、共産工業製の元国鉄生産事業団、保機1749で、1988年5月に入選した。大江鉄道保機12彦根駅大江鉄道の保機0型は、 三両が製造された。保機十一、保機十二は1985年7月、保機十三は1986年2月、自社彦根工場製である。保機十一、保機十二は、保機一系の、保機十三は、席三十一系の車席を引き継いでいる。車体塗色は黄色である。保機十二は、 牽引車が220型に変更されてからはほとんど使用されず、2019年1月22日の夜から翌日の未明に奈良県の解体場へと陸送された。京王帝都電鉄の補機280型は2両が在籍した。1372mm 機関用。日本鉄道建設公団が相模原線建設用に1974年に 東急車両製造で製造したもので、1977年に譲渡された。1995年廃車。京浜急行電鉄の保護重型は4両が在籍した。期間 1435mm 用。1960年1966年、東急車両製造製の自社発注車である。1986年廃車。 阪神電気鉄道の161型は、一両が在籍した25トン積みの順道軽車である。標準起用。1966年、日立製作所製の自社発注車である。1988年12月廃車。神戸電気鉄道では、九歩760系及び佐歩760系、各一両が1978年に、 川崎重工業で製造された。16トン積みの純道傾斜で、七百761は運転台付きである。2011年廃車。山陽電気鉄道のクホ70系、佐ホ80型は各二両が在籍した。標準企業で20トン積みの純道傾斜。1966年1月、川崎車両製。九歩七十型は運転台を装備する。 1990年廃車。国鉄補機700経過車に関するカテゴリー。新九百9 3 1経過車に関するカテゴリー。ありがとうございます。